はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断で追加されましたこのトイレの、掃除用具こと、トイレ掃除機ことアショカピラーさん、ご存知でしょうか皆さん。これこいつね、 UR で実装されまして、こんなカード UR ならおかしいだろうと思ってる方は、まあ、結構いらっしゃるかもしれないですけども、こいつねマジで強いです。はい、最強です。これなんでかっていうと、これねみかんコデッキとね死ぬほど相性良くて、これまあどういう効果を持ってるかっていうのをちょっと一応説明しましたね。このカードが召喚、探偵召喚、特殊召喚に成功した場合、デッキから装備魔法カードを1枚手札に加えて、攻撃用だったら守備表示になるっていう効果で、戦闘効果打開されたら、自分は2000ポイントダメージを受けるよっていう効果なんですけども、これ装備魔法カードを何でも持ってこれるんですよ。で、装備魔法を、まあ、駆使するテーマとは非常に相性が、良くてですね、他にもね、なんかいろいろ強い装備魔法、まあ、デュランダルとか、なんかいろいろあると思うんですけども、これ、ミカンコって装備魔法プラス装備魔法をつけるモンスターが必要じゃないですか。あの、初手に。例えば、まあ、大姫のミカンコっていうモンスターがね、もともといて、こいつが初動になっていたと思うんですけども、これってやっぱ手札を1枚捨てないと展開できないじゃないですか、大姫のミカンコって。これ単純にさ、装備魔法持ってきてさ、で、アラベスク例えば持ってきてさ、で、これに装備して、アラベスク効果使うと、デッキからフーリー出しながら、これ手札に持ってくるんですよ。で、これ手札に持ってくるってことは、これ次のターンもまた使えるってことなんですよね。だから、アショカピラーを毎ターン使って、毎ターン装備魔法を、回収しながら、未完工展開できるっていう、マジのぶっ壊れモンスターってまして、これちょ、ランクマとかで使ってみたんですけど、あのね、このデッキ、マジお世辞抜きにマジ最強っす。クソ強いっす、これ。はい。このね、アショカピラーのちょっとパワーをね、皆さんにお見舞いしたいと、思いますんで、早速ちょっと対戦、見ていただきましょう。デュエル、スタンバイ。このトイレ掃除用具強すぎなんだよな、マジで。いや、これ、マジで未完工新規ですね。アショカピラーとかいう、批評カード。なんかトライアングルオーダーやらトーテムポールやら何やら新規カード実装されてますけど、これマジで、あ、はい、うらら OK です。荒姫に打ったらいいんじゃないか疑惑は、まあ荒姫ねえや、大姫の未完工からのアラベスクに打ったらいいんじゃないか疑惑は、まあ、一応あるんですけどね、うららは。はい、あ、 G ありますね。アシュカピラー召喚効果。このトイレの掃除用具マジで強くて、これね、何でも装備魔法サージできるの、まあ、ちょっと今回アラベスク引いちゃってるんでダメなんですけど、これ普通にさ、アラベスク引いてるときはさ、違う装備魔法サージできるんで、あ、 G ですね、はい、 OK です。あれサージできるんですよ、モロハの剣。これモロハの剣サージできるのマジで強い。まあ、G はこのデッキ一応1枚ドローで基本的には止まるんで、まあ別に全然大丈夫かなって感じですね。はい、打っても打たなくても、まあ、そんなには変わらないといったところで、一応噛み比べセットして、これは相手のモンスターをパクって装備するみたいなカードですね。で、センサーと超融合を一応セットしといて、まあ、ここでエンドですね。超融合効く版あのデッキだととても嬉しいです。はい、まあ、センサー万別で黙る可能性もあるしね。これなんか見た目以上に妨害数は多いし、あとフーリーがめっちゃ硬い。うん、まあ、フーリーを見た僕のアショカピラーも硬くなるみたいなとこあるけどね。うん、さあお相手失態何デッキなんでしょうか。スネークアイですね。 OK です。まあ、かがり火実装されましたからね。ちょっとね、さすがに炎族モンスター強化されすぎなんですよね。まあ、当分はスネークアイ環境が続くと思いますんでね、まあ、スネークアイに勝てるデッキが実装される可能性はまああるんですけど、今後もね、なんか結構キマイラとかは割とパワーとしてはかなり高いので、まあ、キマイラあたりは割と、楽しみにはしてますね、結構。はい、まあ、4月のあたりの、診断で実装される可能性があると思いますけども、まあ、ポップルス出てくるよっていう効果発動するんで、うるせって黙ってもらって、うるせって黙ってもらって、炎族モンスター1体までお願いします。炎族1体までお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに炎族モンスターじゃないドラゴン族のフランベルジュとかは一応出せますけどね。はい、はい、なるほど。まあ、ちなみにこれフーリちゃん今対象に取れないんで、未完工カード装備してるんで、
クーリちゃんがあの装備カード装備しちゃってるともう未確保カード一切対象じゃないという効果がありますんで、まあ、ポップルさんどうでもいいでしょう。反逆の財宝とかそういうのを持ってこられても別に大丈夫だし、あの特に何もあの怖いものはないですね今のところは。はい、このデッキだったらセンサーか割拠とかを開いていくと、まあ、大体止まってくれると。あとはなんか相手がアタフタしてるところをアタフタしてるところをモロハの剣で隙をついてワンパンすれば勝てると。めちゃくちゃこの隙をつく戦法だからな、これみかんことか。なんか相手のそのなんかあの展開とかあんまり関係ないから、なんかこっちやりたいこと通すだけだからさ。ちょっとあのワイトパーチとかいうモンスターうぜえな。あいつフリーチェーンで一応変身できる子がおってまして、それがちょっとうざいですね。だからあいつに装備してぶん流れに行くとかはちょっとね難しいんですよね。まあ大姫のみかんこ発動しましょう。さあ大姫のみかんこ効果によって午前試合まるで刺さらない問題が発生してるんで、ちょっと午前試合はいらない。あ、まあ、まあ風鈴もいらねえけどか、風鈴いらねえわ。でまあ伝承の大みかんこ発動しますよと、で伝承して出てきちゃいますよという感じですね。はい、G はない。これワイトバーチのチェーンかな。フリーチェーンですよね、ワイトバーチは。相手のターン。伝承のみかんこ効果発動します。みかんこカード墓地送りますよ。ですね。まあ、なんでもいいか。これなんか、どうすっかな。アラベスクとか、普通送っとくか。でアラベスクを装備してそうですね、アラベスク装備して、まあ、マイトバーチ逃げられるからこっちか装備するの、どうせ逃げられるんだよな。アショカミラ召喚で効果発動。さあ装備カードを持ってくるぞ。いいのか。あ、許された。でこれでモロハの剣持ってこれるのめちゃくちゃ偉いな。すげえワンキル簡単になって、これ あとはだから相手の盤面にさ、なんか適当なモンスター2000くらいのモンスターいたらもうそれでワンパンですからね。一応大姫のみかんこの効果を起動しまして、アショカピラーに装備しますと。でアショカピラーにその装備されて、これさ回収できるのマジクソ強いよな。これマジやばくない？これアショカピラー無限に使いましての強すぎだろ。おホワイトバージョンの効果、なるほど、ホワイトバーチ効果発動ってことはこれ、あもう変身効果ねえな。誰が出てくるんだこれ。あ、アオークか、なるほど。でハレちゃん出して、まあみかんこでちなみに一番エッチなのはこのハレちゃんと言われてます。でハレちゃんの効果でなんかまたそこで装備魔法、みかんこカード、みかんこ装備魔法か、みかんこカード持ってこれます。でオークちゃんの効果で、まあ相手の炎属モンスターがこれ特殊召喚はできないんで手札に回収するだけですね。はい、問題ないです。一切あ超良い子打てんのこれ。ああそっか、炎属性が同じ属性で種族が異なるモンスターみたいか、なるほど。はいはい、エクセル OK。 ちなみにこっちのデッキはね種族がバラッバラなんでセンサーは別に何も刺さないですから、まあ、めちゃくちゃ強いですね。これホムラ前持っていきましょう。で超融合打ちまして、これひらめきましたわ。もうちょっといらねえこれで。同じ属性で種族が異なるモンスター2体でドラゴンちゃん出して、これなん源流族だっけ、源流族だな。あオッケー、源流族で相手モンスター処理ました。でみかんこのホムラマイを発動します。ホムラマイは自分の墓地からみかんこモンスターを蘇生してこっち装備するっていう効果なんですけど、これ相手の墓地からもモンスター蘇生できますんで、適当にモンスター強いやつを蘇生すればいいんですよね。一番打点高いやつどれ？あ、オークか。これね、多分ね、これ神殿が張ってるのアドソンやで。ほら、2000打点だもん俺。2000打点なんで、あとはまあちょっとこれをつければ。ドラゴン趣味でよかったな。これつけるだけで、あともう誰かで特攻すれば終了、バトルフェイズ。はい。さよなら。はい。はい。やばい。マジで。多分このデッキクソ強いわ。
あーまあ割と悪くはない反動してるんじゃないの。アラベスクで踏みに行けるし、天帝も打てるしね。ワンチャンもう本当にこのあのアシュカピラーかアラベスクどっちかが通ったらもう勝てるレベルの反動してるんで、モラハの剣引いてっからね。ちょっとあーまあ楽園か、あれ楽園はね除去と破壊が多いんだよね。ちょっとね割と相性悪いかもしれない、先行取られると。はい、まあ、どんな盤面になるかなんですけどね、結局相手のまああの盤面がまあこっちの展開通れば勝てる反動はしてるんだけど、ちゃんと守備表示にしてるの偉いな、めちゃくちゃ偉いわ。それね、あの守備表示されるとモロハの剣が腐るんですよね。ライトニングストームないから結構みんな攻撃表示で出してくること多いんだけど、守備表示は偉いな。未完コケアしてんのか、お前やるな未完コケアマジかよ。っていうか普通に五光の魔術師落ちてるきめえな。まあこの超獣武者メタのね、五光の魔術師とかいうカードも別にこのデッキは魔法トラップカードいっぱいあるんで刺されません、そんなには。はい、まあ刺さることはあるんですけど、たまになんかね、もうセットするカードがないとかで開かれるパカーみたいな時とかはまあちょっときついのかもしれないけど、まあ大体刺さんないことが多いよね。魔法トラップ死ぬほど入ってくから、なんならモンスターの方少ないからこのデッキ。はい、ほんで輝ける王の楽園セットされちゃったんで、なんか効果無効になっちゃうんだよな、カードが。まあちょっとあれ踏みに行かざるを得ないですね。ですね、まあ、まあ天帝の使徒発動するしかないから、天帝の使徒発動を天帝の使徒発動しまして、ヌトス砲をかましに行くしかないですね。まずあの輝ける王の楽園はちょっと絶対除去しないといけないから、これ爆破、爆発、よし。とりあえず何でも無効はなくなった。あとはですね、なんとかして獣を踏めば五光の魔術師の効果で相手のミラージェイドの効果無効になってますんで、これチャンスですねこれめちゃくちゃチャンスです今さあ獣をどうするか問題ですよ。マクシムスドラグマちゃんの効果を発動する、特殊召喚されるぞ。いいのかお前、これ効果使うぞ。獣、獣使った方がいいんじゃねえかお、使えるんだ。お、ここは許していただける。まあでも向こうも確かにアドバンテージ稼げるからな、マクシムスドラグマは。まあ、一応効果は使っていいらしい、マクシムスドラグマの効果。まあちょっと正直ね、先行でこれやっちゃうと楽園に対する利敵行為がエグすぎてあんまやりたくないんですけど、まあちょっと高校まくりの時はさすがにやった方がいいですね。ヌトス砲をかまして、これヌトス砲とマロン砲でいいんじゃね。さあ立敵行為エグスイワロタ、とりあえずヌトス砲、まあ一旦ね獣でを吐いてくださいって言いましょう。はい、でマロンの効果起動します。手札に戻すのはまあセットされるからないと思うけど、一応ミラージェイドなんかな、一応ミラージェイドかもしれませんね。いやさすがにこれあれだろう、もうだって効果発動できないのかあいつ、カルデシアは、カルデシアじゃない、なんだっけ、グランギニョル、あ獣、はい OK です。獣効果、もうここ使うしかないので使います。でレベリオンリリースして、まあこれで後ろなのかな、一応ね、セットされるカードがないと、こちらも五光の魔術師の適用かになるので、まあ効くは効くんですけど、まあ、当たり前に魔法トラップカードセットすればもう全然関係ないと。五光の魔術師って本当にね、超人武者とかはめっちゃきついけど、別に未完コマジで何もきつくないから、それはいいところだよね。一応一枚セットして、はい、でまあうらら持ってるかどうかで確認するか。ただちょっとアショカピラーの効果に打ってくるのできついかな。アショカピラー召喚効果、あーなんかあんな、これ断罪、断罪の血あんだよな、断罪の血あるんだよな。これさ1700じゃないですか、相手の攻撃力が。これだからさ、これじゃね、なんかさ考えることすごい一直線だからさ、このデッキすごい使いやすいわ。あの他のデッキってやっぱ展開ルートとかすごいいっぱいあるからさ、結構難しいのよ。みかんこってなんか結局目指す盤面がもうほんともろばつけた相手に自爆特攻するっていうところじゃないですか、まあ、結論ね。まあいろいろあるんだけど、他にもねトラップカード使ったり妨害したりとかするんだけど、結局なんかやもう目指すべき盤面がこれだからさ、なんかすげえ使いやすいこのデッキ。これでもう
あれだろう、何キットをどかす手段が多分これないので、あとはもうキットに全部装備して、はい、これで2700になります、4700になります、はい、でうわーって言いながら襲いかかる、フーリちゃんが襲いかかっていく、4700の倍ダメ。いや、やばい、マジで。これちょっと、ティア1できてきたわ。うわ、リュウイーソー来た。100万だ。1万6000オール。リュウイーソー皆さん上がったことあります？俺上がったことないんですよね、今まで生きてきて。結構麻雀やってるんですけど、プライベートでは。割とね、やってこうだと思うんですけど、リュウイーソーはマジ上がったことないんだよな。ちなみに役満の珍しい役満はあんま上がったことないんですよね、俺。あんまり。出現率なんか高いやつしか、なんか国士とかしか上がったことないんで、リュウイーソー1回でいいか上がってみてえな。中連ポートとか。暗黒界のもう。もうね、このデッキはね、おしまいです。もう何も手札というはずなかったら。もうドローランドロックバード入ってないデッキはもうこれおしまいです、これ。普通に。相変わらず展開長えな。いつまで展開してんだこいつ。コーディネラルとかいうガチヤバモンスター来た。激ヤバモンスター来ちゃった。当局。なるほど。これさ、暗黒アイローと、あれだね、なんだっけ、カラーレスだっけ。あいつ、実装されてて、まあ、普通に強がってると思うんで、ちょっと触ってみたいっすね、また。まあ、アルティメットオナニーデッキになるけどね、多分。0721デッキになるんだけど。これ何これ、あ、カラーレスか、出た、やばい、クソやべえだってなる。11300やばい。終わった。これコーディネラルってことくれるってこと。こっちも待って、カラレスをなんか送りつけるとかいうなんかムーブしようとしない、彼。ケルトとかどうでもいいんだけど、一旦これなんかやばいことしようとしてるな。さ、コーディネラル効果、なるほどね、コーディネラル効果で、カラレスがいただける。11300なんだこれ。ホープ、わからん。だこいつ最初に取るのみたいな効果だよね。フィールドの持ってか表示カード対象取って、手札1枚捨てると、ちょっと俺のカード対象に取れなくして、一応ちょ、これなんかバグるんじゃないって。ホープマスター、はっ、ちょ待って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 、はっ、ふざけんなよ。